蒸気画像は、初期の BMW イセッタ蒸気画像は、初期の BMW イセッタ乗降用ドアを開放した、イソイセッタイソイセッタは1953年から1955年まで、イタリアの自動車メーカーイソが生産したミニカーである。イソ社のライセンスにより、スペイン、ベルギー、フランス、ブラジル、ドイツそして、イギリスでも生産された。 イセッタの影響を受けたミニカーも各種誕生し、それらの車は卵型の車体と曲面ガラスという外観上共通の特徴からバブルカーというニックネームで総称された。イセッタという社名は小さな磯という意味である。磯車は冷蔵庫、スクーター、ミワトラックの生産で知られたが、オーナーのレンツオリーボルタは四輪自動車生産への進出を決意。 エルメネージルド・プレーティとピエル・ルイジ・ラッジの両エンジニアに独創的なデザインのミニカーを設計させた。二人はスクーターを2台持ってきて並べ、その中間に冷蔵庫を置いて、これを削って、イセッタの形を想像したと伝えられている。1953年11月のトリノショーで発表されたイセッタは過去のいかなる自動車にも似ていない、しかも、 愛嬌のあるスタイルでセンセーションを巻き起こした。全長2.3メートル、全幅1.4メートルという極度に小さな車体、まるで冷蔵庫の扉のように、車体全部がドアとして、パックリ開く、構造、車体全部のドアと一緒に外側に開く、ステアリングホイールと、ケーキ板など、その設計は独創の塊であった。車体前面から乗り込む室内には、 ベンチシートが設置され、大人二人と小さな子供一人が、まずまず快適に乗車することが可能であった。シート背後に、荷物とスペアタイヤのスペースがあり、ヒーターは、オプション、換気通風は、屋根のキャンバストップに寄った。エンジンは、5車軸前に置かれ、236cc、短気筒にサイクルダブルピストン最高出力は9.5馬力で、ギアボックスは、 全身4段交代1段、ギアボックスと2つの10インチ後輪タイヤはチェーンで結ばれて駆動された。フロントサスペンションは変形デューボネ式の独立喧嘩であった。最高速度は時速 85km、燃料タンク容量は13リッターであったが、低燃費を利して運転パターンにもよるが、約175から 245km の後続距離を確保していた。 車体バリエーションには、リアトレッドがわずか 480mm しかなく、ディファレンシャルギアが省略された乗用車の、ーリスモと、通常の5車軸とデフを持つ商用車の、アウトカーロがあった。アウトカーロの荷台には、ピックアップトラック、パネルバン、ダンプトラックから消防車まで、様々なバリエーションがあり、5から 600kg もの最大積載量を、有していた。 レンソリボルタ自身も、自らの名前を冠した、スポーツカー、イソ・リボルタ開発への集中を望むようになり、彼は、イセッタの生産販売よりも、その製造権を外国企業に供与することに興味を抱くようになった。スペイン・ベルギーの工場でイセッタが組み立てられたほか、ドイツの BMW にはライセンスのみならず、生産設備も供与、フランス、ブラジルにも、 同様の技術供用を行った。特に BMW は自社製モーターサイクルの4サイクルエンジンに乾燥、1963年まで生産を継続し16万1728台を製造した。このため、今日では、イセッタすなわち、BMW イセッタと誤解されることも多い。1954年のミル・レミリアには、 数台のイセッタが参戦、平均速度時速 80km 以上で走破した3台が、エコノミーカークラスの上位を独占、フィアット・トポリーノの画像を破った。しかし、イタリア国内においては、フィアット・トポリーノが、長年の実績を武器に 500cc クラスに、君臨しており、イソイセッタは、商業的には期待したほどの成績を上げ得なかった。 磯自身の1955年までのイタリア国内における生産台数は1000台程度に過ぎず、その後はスペインで生産して1958年まで販売を継続した。アウトカーロは4000台ほどが生産されたと見られている。ありがとうございます。